はい、こんにちは。今日は2516というコード進行でのジャズなどっていうのをやりたいと思います。コードは Dm7、G7、Cm7、Am7 です。押さえ方はこの基本形から下から3番目の音を省いたり2番目の音を省いたりするといいと思います。これかこれかこんな感じで、下から3番目を省くのが一番サウンドとしては3度と7度が鳴った方がいいんですけど、音域が下がるとちょっと重たくなってくるので、ここになってくるともうこの音程が重たいのでここを弾かない方がいいっていう感じなんですけど、まあ、今は1、3、7で全部いける範囲かなと思います。この音域だと、まあ、でもどっちでもいいです。でもしくは、ジャズの押さえこうボイシングができる方、3度7度テンション3、7、5、9、7、3、9、13、3、7、13、9、5、7、3、9、5、まあ、こんな風にできてもできる方はこれでやってもいいと思います。混ぜ合わせたりしてもいいと思います。でスケールはC メジャースケールからできたコードなので、全部 C メジャースケールが使えるんですけど、始まるポイントをコードのルートから始めます。でそれぞれに名前がついていて、イオニアン、ドリアン、フリジアン、リディアン、ミクソレディアン、エオリアン、ドクリアン、イオニアンってなってます。この名前を覚える理由というのは、ジャズの時は転調とかキーが急に変わったりするので、パッパッとそのメジャースケールを考えるんじゃなくても、そのまま次のそのドリアンからドリアンに行くみたいな、 F ドリアン、 B フラットミクソレディアン、 E フラットドリアンとか、こういう風に急に変わっていっても対応できるのが早くなるからすごい便利なので、ジャズは絶対これをやってないと多分対応しきれないと思います。あとスケール自体ももっともっといっぱい出てくるので、このメジャースケール、イオニアン、ドリアン、フリジアン、リディアン、ミクソリアン、エオリアン、ロクリアンっていうのを理解した上で、じゃあこのスケールを弾いて適当に弾くっていうことをしていきます。でこの時に、まずはスケールで隣で動くっていうのを結構意識するといいと思います。適当というとこうランダムになってくるんですけど、スケールで隣で動くと、緊張と安定のバランスがすごく取れるようになるので、必ず。あとはスイングっていうの、タタ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 、3連符の2個分を弾いて1個分このちょっと離す、タタ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 ってやると、タタ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 、この時によく初心者がやりがちなのは、タタタタタタやってしまうんですけど、タタタタ、最初の2個分を結構長めに深く取るっていうイメージを持つと、結構感じが出やすくなると思います。タタ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 
あとスイングはワンツーツーとフォー、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォーにちょっとこの重みがあるというか、このこういう感じの乗り方をすると、まずは、感じがつかみやすくなってくると思います。あとは、スケールだけの動きじゃなくてコードだけで動く、それを混ぜ合わせたりできるようになるので、スケールで動いてコードで、スケールでコード、コード、スケール、コード、スケールみたいな、でこういうのがうまい組み合わせ方で結構成り立ってる感じなので、あとは半音階でこうアプローチする、始まる音とかここで決まってたらとか、次はそうだったら、こういうアプローチする音も自由に使えます。これはもうないの音ですね。これもコードって考えてます、ここまでは。こういうのも使えますね。こう。こう、パターンとしてこういうパターンがあったときに、この1個手前の半音下を、半音、こういうパターンとか、こういうので結構カラフルになったりもします。このアプローチ、今半音だけ使ったんですけど、こういうのもいろいろあって、半音2個でアプローチするとか、半音2個いって下から1個くるとか、ここにもまた、ちょっと動画上げようと思うんですけど、こういうのを、ここがアプローチされる音で、こういうのをいっぱい使っていくと、アドリブがしやすくなってきます。こういう半音アプローチとこういうアプローチが組み重なって、はい、あとはコードチェンジするときに、拍頭に来るときの音が今コードトーンの3度になってます。ここが何度になるかとか、テンションの音に来るとちょっと浮いたような感じがするし、こういうのも考えてできるとすごくいいと思います。あと考え、練習する方法ですごい有効なのは、まずはスケールを完璧にすること。テンポの中でできるかどうか、で例えばコードも同じように、これだと結構簡単なんですけど、いろんなバリエーション、順番を変えていくとか、あとはさっき言ったみたいにコードの何度に降りるかというのを決めてわざとできるようにする。3度にいきます。3度7度だと9度だと違いましたけど、はい、まあ、こんな感じでこういうことをしっかりやってると自由に動かすことができるようになるので、これでちょっと練習してみて、サークルオブフィフスで全部のキーで、今これキーが C だと意外とちょっと簡単にできたりもすると思うんですけど、 C でやることは比較的早く弾けると思うので、いい感じを出すことにフォーカスすることで、それができたら全部のキーでやっていく。
たら違う F とかで。B フラットで。っていうふうに全部の聞いて練習していくと。はい。なので、まあメジャースケールができるだけで一応できるんですけど、このガイドになる音とか、アプローチの音とかを使うのと、スイングフィールを結構、この、今できる範囲で学んでいくと、結構ジャズを弾くのが上手くなってきたりすると思うので、ぜひお試しください。今日はそんな感じでありがとうございました。この動画が良かったと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。